皆さんこんにちは、徳田圭です。今回はページネーションとは何かということについてお話していきたいと思います。今回の動画ではページネーションとは何か、ページネーションの実例、そしてページネーションの仕組み、このようなテーマでお話していきたいと思います。今回もフルスタックプログラマーを目指す上で役立つノウハウをお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題ですが、皆さんはページネーションという言葉を聞いたことがありますか？言葉を聞いたことはないにしても、きっと実物を見たことはあると思います。ページネーションとはこれのことです。Google の検索ページや Amazon の商品一覧ページなど、一覧ページの下部には大抵このパーツがついてますよね。皆さんも様々なページで目にしたことがあるかと思います。ページネーションとは画面に多くの情報を一覧表示する際に、複数のページに区切って表示する仕組みです。ページングとも呼ばれます。プログラマーが作る画面パーツの一つです。画面に数百件ものデータが一度に表示されると、ものすごいスクロール量になってしまいますし、ページの読み込みも遅くなってしまいます。そこで一覧系の画面では、1ページごとに適切な件数に区切って画面表示を行います。1ページに何件分表示するかというのは、ウェブサービスや実際に表示するデータの種類によって異なるので、自分でウェブサービスを作る際は、ユーザーの目線に立って使いやすい設計を行いましょう。例えば Google の検索結果の場合は1ページに広告を除いた10件表示する形になっています。ページネーションは一般的な前のページへ、次のページへ、そして指定したページに直接ジャンプといったパーツで構成されています。これらのボタンの表示方法もサイトによって様々です。いくつか実例を見てみましょう。まずは Google の検索結果ページのページネーションです。前へ、指定ページへジャンプ、次へといったボタンで構成されています。指定ページでジャンプする部分は現在のページ番号を中心として最大10ページ表示させる形になっています。例えば現在のページが10ページ目の場合は中心に10を置いて前5ページ、後ろ4ページを表示する形です。次に Amazon の商品一覧ページです。前へ1ページ目にジャンプ、指定ページへジャンプ、最終ページへジャンプ、次へという構成になっています。こちらは現在のページ番号の前後のみ表示でトータル3件を表示していますね。ただし1ページ目に戻るボタンは固定で表示されています。またジャンプはできませんが、最終ページの番号も表示されており、トータルで何ページあるのかっていうのも分かりやすくなっています。この場合は307ページあるようですね。次は Gmail のメール一覧のページです。前へ次へボタンと現在表示している件数、全データ件数という構成になっています。こちらはかなりシンプルですね。ページネーションのパーツ自体も画面の下部ではなく画面の上部に設置されています。最後に Google Analytics のデータ一覧のページです。前へ次へのボタンと現在表示している件数、全データ件数に加えて入力ボックスに直接ページ番号を入力して移動できるようになっています。また表示する件数も自分で好きに変更できるようになっていますね。Google Analytics のような管理系の画面やデータの多い検索系の画面はこのように自分で表示する件数をカスタマイズできるようになっているところも多いです。多少読み込みに時間がかかっても一気にデータを見たいといったニーズに応えるためですね。次にページネーションはプログラム的にどのような仕組みで作られているかということですが、具体的な仕組みとしてはプログラムがデータベースからデータを取得する際に全データの何件目から何件分取得するといった指定を毎回行っています。ユーザーがページネーションのボタンを押すと何ページ目を表示するのかといった情報がプログラムにパラメータとして渡され、それをもとにプログラムはデータ全件の何件目から何件分を取得するという条件指定を毎回算出しています。例えば1ページに10件表示するといったページネーションの画面で3ページ目を表示したい場合は、取得開始番号の計算は前のページの番号×1ページの表示件数プラス1という計算方法になります。今回の例だと 2×10 プラス1で21件目からの取得ということになります。このようにユーザーから指定された条件をもとに毎回取得条件を算出してデータベースからデータを取得し、都度画面をリアルタイムで作っています。これがページネーションの仕組みです。ページネーションは機能としてはとても小さいですが、どんなウェブサービスにも大抵ついてくる機能の一つです。こういった細かい機能は設計時に見落としてしまいがちですが、しっかりこだわっておくことでユーザーの使い勝手、ユーザビリティと言いますが、これが変わってきます。こういったところまで考慮できるかどうかがプロとアマとの違いになります。ちなみに最近ではページネーションパーツを設置せずに画面を下までスクロールしていくと自動的に次の件数が読み込まれる設計になっているサイトもあります。例えばブログサイトの記事一覧ページなどで画面を下までスクロールしていくと自動的に次の記事が読み込まれていくといったようなケースですね。
これは仕組み的にはユーザーが画面を下までスクロールしたタイミングで AJAX という手法を用いて次の記事をバックグラウンドで読み込み自動的に表示させています。この手法ならユーザーがページを移動するためにボタンをクリックする必要がないため、画面をざっとスクロールしながら見ていくようなサイト、例えばブログの記事一覧のようなサイトですね、には適したページネーション設計だと思います。ウェブサービスの画面を作る際には表示させるデータの種類、読み込み速度、ユーザビリティなどを考慮し適切なページネーションを組み込むようにしましょう。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックプログラマーを目指す方のために役立つ情報や生きたノウハウをお伝えしています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。